ボイテクは第二次世界大戦中にポーランド軍に所属したシリアヒグマ。連合軍における正式階級は5長兵隊、クマとしてモンテカッシーノの戦いにおいてボイテクは弾薬運搬作業に力を貸したことで知られる。1942年イランのハマダーン付近で現地の少年が親を漁師に撃たれて亡くしたヒグマの 赤ん坊を発見した。少年はそれを肉の缶詰に3個ほどと引き換えにポーランド人難民に譲渡したが、間もなく難民の一行の手には余るようになり、近くに駐屯していたポーランド陸軍に引き取られた。その熊は一切にも満たなかったため、当初は固形の餌をうまく飲み込むことができず、コンデンスミルクを空のウォッカの瓶に入れて与えられた。彼は、 ボイテクと名付けられた。ボイテクは、ポーランドの一般的な男性名、ボイチェフの愛称形であるが、元の、ボイチェフの元義は、戦士、武人であり、戦を楽しむ者、微笑む戦士といった意味となる。レスリング遊びに興じる様子砲弾を担ぐボイテクを、かたどった第十二輸送中隊の部隊賞ボイテクは、兵士たちとのレスリング遊びに興じ、挙手の敬礼を覚えた。 彼は、兵士や、一般人らの注目を集め、間もなく、付近に駐屯していた全部隊の非公式のマスコットとなった。そのおかげで、ポーランド陸軍に正式に徴兵され、ポーランド第2軍団、第22弾薬補給中隊に配属された。彼は、部隊と共に、イラクに移動し、シリア、パレスチナやエジプトを経由して、南タリアに入った。 輸送船で動物を運ぶことは禁じられていたため、裏技として、ブアディスワフ、アンデルス中将の計らいでボイテクに5丁の階級が与えられ、彼専用の軍籍番号と、軍隊手帳が発行され、さらに、タバコ、現金も支給され渡航が許可された。果物やマーマレード、蜂蜜、そしてシロップを食し、時々、ご褒美として、最も好んでいたビールをもらっていた。 またタバコを好んで、吸ったり食べたりしたという。正式に兵士として従軍した、彼は他の兵士と共にテントの中で、あるいは特別製の木枠に入って眠った。この木枠はトラックで輸送された。多くの証言によれば、モンテカッシーノの戦いにおいては、部隊の一員として弾薬を運び、足場の悪い山岳地帯でも決して弾薬箱を落とすことはなかったという。 モンテカッシーノ戦の終結後、ポーランド軍の司令部は、ボイテクの人気を認め、砲弾を持つクマをかたどった紋章を、第22中隊の公式シンボルとすることを、承認した。1945年に、第二次世界大戦が終結すると、彼は、第2軍団の残存将兵と共に、スコットランドのバーウィックシャーに送られた。第22輸送中隊は、 ダンズ近くのハットン村に駐屯し、付近の住民や報道の間で人気者になり、ボイテクは、スコットランド・ポーランド文化協会の名誉会員に選ばれた。1947年11月15日の動員解除の後、エディンバラ動物園に入園、そこで余生を過ごし、時々訪れるジャーナリストや、元ポーランド軍兵士の何人かは、ボイテクにタバコを投げ与えていた。 ただしタバコに火をつける者がいなかったため、彼はタバコを吸うことはできず、食べるしかなかった。メディアの注目は、ボイテクの人気を高め、BBC のテレビ番組、ブルーピーターにゲストとして、たびたび出演した。1963年12月2日に22歳で死去。死亡した時の体重は、約 250kg、体長は 180cm を超えていた。 クラクフの公園に建てられたボイテクの銅像、この兵隊クマを追悼し、エディンバラ動物園には、石板ダックスフォード帝国戦争博物館及び、オタワのカナダ戦争博物館には、飾り学が、ロンドンのシコルスキ博物館には、記念碑がある。またエディンバラに記念碑を建てようという提案がある。チャールズ皇太子とその息子たちが、帝国戦争博物館を訪れた時、 三人はガイドに対し、ボイテクの話はよく知っているので説明しなくてよいと言った。2011年、イギリスとポーランドの共同制作でドキュメンタリーボイテク、ザ・ベアー・ザ・ド・ウェント・ツー・オーが制作、放映された。日本では2012年に NHK 教育テレビの地球ドラマチックにおいて戦争に行った熊ボイテクとポーランド兵たちの物語と題して放送された。 ボイチェフの短縮型。イギリスでの綴りは、ボイティック。ボイテクラケ、ポライティカ、ページ11、2フェブラリー2008、ザ・ヒーロー・ベア・フウェント2オー、ハット・トリビュート2ボイティック。ザ・スモーキング、ドリンキング・ファイティング、ソルジャー・ベア・ハット、ボイテク、ザ・ベア・ザット・ウェント2オー。ブレード・メイド・フィルムズ、2012年9月10日閲覧。ボイテク。 ザベアーザットウェント w e 2 O.BBC2 英国放送協会。2012年9月10日閲覧。ボイテクザ・ベアーザット・ウェント・ツー,ー・インターネット・ムービー・データベース。2012年9月10日閲覧。戦争に行ったクマボイテクとポーランド兵たちの物語。地球ドラマチック。 日本放送協会2012年10月17日時点のオリジナルよりアーカイブ2012年9月10日閲覧ありがとうございます